原発を求めるさようなら原発全国大集会が23日東京都江東区の公園で開かれ、作家の大江健三郎さんらが鹿児島県の九州電力仙台原発の再稼働反対を訴えました。政府は今地域住民の防災計画、地域住民の避難計画は十分に作らないままで、仙台原発の再稼働を進めています。福島事故が東日本を人間の進めない土地にしてしまう、そのように恐ろしい大事故であったことは吉田町長はじめ皆さんがよくご存知のことであります。安倍首相にその反省はなく、その各方面でのさまざまな強行してされていく政策に彼がどんな反省もないということは明らかになっています。主催者によりますと、参加者はおよそ1万6000人で、ノンフィクション作家鎌田聡さんや作家の沢地久枝さんらも壇上に立ち、再稼働を急ぐ安倍総理大臣の姿勢を批判しました。女性2人連れの人と目が、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。参加者らは終了後も会場周辺をデモ行進して再稼働反対を呼びかけました。仙台原発の再稼働をめぐっては、原子力規制委員会が10日に新しい規制基準に適合するとして審査書を決定しています。